life. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night. 俺も二郎に連れてってタケチャンネルへようこそということで、はい、Life is better from 夢を語れさんにね、来ました。はい、初訪問ですね。ずっとね、来たいと思っていまして、やっと来ることができましたね。はい、こちらね、注文方法がちょっと変わっておりまして、店の前にあるこれがね、メニュー表なんですよ。はい。で、その場でね、店員さんに注文して、で、その場でね、そのまま会計をしまして、プラスチックのね、これをね、もらいます。で、空席がないときはそのまま外で、道側でね、待ちますね。で、店員さんの案内があってから入店するという、そういうスタイルですね。はい。で、ちょっとね、失敗してしまいましたね。お水をね、店員さんがこちら用意してくれるんですけど、いつもの通りね、セルフだと思いまして、ちょうどね、自分の席の隣にね、コップがね、と給水器があったんで、自分でね水用意しましたらね、すでにお水が置いてあってというね、まあただそれだけなんですけどね。はい、こちらね、お水は店員さんが用意してくれますというわけで、着丼です。ラーメン 250g ですね、麺量がね。そしてチーズをねトッピングで買いました。コールはね、ニンニクと油で、油はね別皿でね、提供されます。はい。そしてこのスープですね。非常にね、醤油が効いてそうな非乳化タイプのスープで、これはね、好みですね。はい。で、早速ね、スープから、飲んでいくんですけど、これがね、やはりめちゃくちゃね、うまかったですね。豚のね、旨味がね、こうやって押し寄せてきてね、その後にね、キリッとしたね、この醤油感。うん。液体油がね、結構多めなんですけど、これがね、口当たりの良さをね、演出しててね、これはね、結構飲んじゃうタイプですね。これ要注意ですね。はい。で、この豚がね、このご覧のようなね、もう大きさでね、めちゃくちゃね、柔らかいんですよ。はい。で、味付けもね、若干濃いめなんですけど、まあ、かといってね、そんなに強すぎず、はい。絶妙なね、バランスの味付けですね。はい。この大きさでもね、食感軽いんでね。なのでね、こんなこともしてね、別皿油を乗せたりとかしてね、油豚みたいなしたことをして、食べてますけど、豚の油でね、豚を食うというね、ちょっと信じられないことをね、してますけど、これがね、めちゃくちゃうまいわけですよ。で、今回ね、自分としては珍しくね、これチーズね、をトッピングで買ったんですけど、まあ、普段ね、ラーメンにチーズってあんまりやらないんですよ。だけど、なんかね、ちょっとチーズの文字がね、目に入ったんでね、注文したんですけど、これが大当たりでしたね。非常にね、美味しかった。特にね、これ豚ね、豚とのね、なんていうのかな、相性がね、非常に良くてね、こうやってチーズ乗せてね、食べるとね、はい、これがめちゃくちゃね、めちゃくちゃ美味しかったです。はい。これはね、次もね、絶対注文しようと思いますね。はい。で、麺いきますね。小麦の風味がね、非常に色濃くて、チーズもね、程よく絡んでね、これもう、たまらない感じになっていますね。はい。というわけで、すするーなんてね、はい。残念なすすり方ですね。もうちょっとね、ズズズってね、言ってもらいたかったですけどね。あんまりね、すすり方うまくないんですよ。はい。で、麺なんですけど、これね、麺自体のね、味が非常にいいので、まず最初にね、麺を上に引き上げてね、麺そのものを味わうっていうのをね、まずはおすすめしたいですね。その後ね、このスープと絡めてね、すするっていうのもね、これはいいですよね。250g なんですけど、結構ある感じで、
300以上あるかなみたいなね、そんな感覚もしましたね。あの豚もね、まあ結構これあるんですけどね、まあこれね、このデカ豚が入ってね、このボリュームでね、これデコなんですよ豚がね、これで1000円ってね、やっぱりこれお得ですよね。まあこの辺ね、早稲田ということでね、若い人も多いのでね、こういうなんつうのかな、若い人向けの価格っていうか、学生価格っていうかね、なってるのかななんて思うんですけど、はい。でこちら店主さんの感じがね、非常に良くて、なんかこの日ね、自分以外にもなんか撮影みたいなのあって、いろいろねリクエストにね、答えてねいましたけど、自分もねこの撮影許可をした時にね、まあ心よくね、応じてくださって、ツイッターの方にもねコメントをいただいたりとかしてね、もうこんな底辺 YouTuber にね、本当にねありがたいっていうかね、あざすって感じですよね。はい、このね油ね、これ油がね非常に美味しくって、なんか豚丼っていうのがねあるらしいんですよ。なんかね、それ豚とね、なんかこの油をねなんか一緒にしてね食べるとねいいみたいなね話なんですけど、それはね、まあそれはね美味しいですよね。ぜひね食べてみたいですよね。なんか月1ぐらいの限定みたいなんですけどね。はい、でそんなこんなんでね、結構ねこれチーズも入って油が多いんですけど、全くねこれ油でね苦しいって感じがしなくて、自分油にねそんなに強くないんですけどね、むしろねまあ旨味が倍増してる感じでね、まあ、非常にね美味しい、この最高な状態ですねこれね。はい、やはりねまあ若い人向けという感じも、まあ、しますけどね、まあ、自分のようなねおっさんでもね、最後までね非常に美味しくね食べることができましたということで、ごちそうさまでした。Life is better from 夢を語れさん、営業スケジュールはね公式ツイッターにてね、月ごとのスケジュールが出ておりますので、そちらをチェックしてくださいということで、はい、この動画ね面白いなと思った方はいいねボタンと、よろしければねチャンネル登録をお願いいたします。はい、今回はこの辺でさよなら。